バナワン、スダショーでカムバック後初の1位を獲得。すべてのユニットステージも披露写真イコール、TH。印象、放送画面キャプチャー、スダショーでバナワンがカムバック初週に1位を獲得した。12日に韓国で放送された SBS MTV ザショーでは、ワナワンが1位を獲得した。この日、ワナワンと候補に上がったのは、ワナワンのユニットザヒール、オンソンウ。イデフィットトリプルポジション、カンダニエル、キムジェファン、パクージンだった。1位の受賞直後にワナワンは、座賞、チョイスを獲得。できて光栄であり、今回のアルバムのためにたくさんの方々が苦労してくれた。努力するワナワンになる、と感想を伝えた。ワナワンは、座賞、でタイトル曲、ライト、をはじめ、ユニット4曲のステージを公開した。エルが参加した、リーン・オン・ミー、ユン・ジソン、ハ・ソン・ウン、ファン・ミンヒョン、とダイナミックデュオが参加した、ナンバーワン、ライ・グアン・リン、パク・ジフン、フェ・ジニョン、ブロック・ビーの事故。が参加したトリプルポジション、カン・ダニエル、キム・ジェファン、パク・ージン、ポ・ヘーズが参加したザ・ヒール、オン・ソン・ウ、イ・デフィ、まで、完全体のステージと共にユニットの個性を披露した。他賞にはワナワンをはじめ、A.C.E. ユニ .T、ザイーストライト.ドリー、MCATCHER、ビクトン、サウスクラブ、ONF、クリスティン V、FROMIS アンダーバーキューラが出演した。